壁の海に飛び込まれた歯応えのある海は、その品質の高さから高級海としても知られていた。しかし津波の直撃で沖に張った網は全て流され、港は荒れ果てたまま。海苔の養殖業を営む人たちが、そういう適当なんだろうで、ずっと回ってくるのかなというような、やりたいんだよ海はまた。ただ